のナイス川柳。サビなのに客にマイクを向け残念。お題マイク、テラリュウさん。虫嫌い、屋内にテント張るキャンプ。お題めめしい、まここしゃん。味方すら犬方向にキラーパス。お題見当違い、まここしゃん。話題なくカンペが欲しいデート中。お題めめしい、ともこ1967。いつものと頼んで首をかしげられ。お題痛々しい、ともこ1967。悪魔って天使の顔でやってくる。お題エンジェル、テラリュウさん。優等生だった卵も根を上げる。お題異次元、白玉さん。とんかつと一緒にあげた指2本。お題痛々しい、花うららさん。見ただけで猫飼ってるとわかる腕。お題痛々しい、中村ゆうり。毛パサパサ、肌カサカサで乾物か。お題パサパサ、パキソルさん。寒くない、寒くなんてない新築だ。お題見当違い、高原工業校さん。乾いてる部下との仲も女房とも。お題パサパサ、能さん。特売日、骨幹吹き飛ぶ振り出し場。お題異次元、能さん。昔はな、言いつつシニア枯れていく。お題老朽化、としさん。マイクから手を離さずに部下離れ。お題痛々しい、ゆうさん。会議中重い空気にボケかます。お題見当違い、梅田川太郎さん。上司たちマイクと地位は離さない。お題マイク、キリキリマイヨ。炊飯器、湯気浴びて顔潤わせ。お題水蒸気、パキソルさん。スナックのはしごで貯めたチョコ競う。お題痛々しい、ごまめさん。おいしいね、引きつった顔バレてない。お題痛々しい、大野みなみさん。お正月会いたくなかったおいとめ。お題痛々しい、大野みなみさん。